チ近藤、ここまでは昨日と同じです。で5番にレフト、これ開幕カード以来となる5番に上がってきました。ワンボーロン、先制のチャンス、ワンの時はだいぶ守備もシフトを敷くようになってきました。このカードではイーグルスがセカンドを下げて、ショートをだいぶもうセンター寄りに守らせています。三遊間が大きく空いているシフト、これもいいコースの打つ。ワンとしてはまあ引っ張れば基本はセカンドランナーサードという状況は生まれそうですよね。まあ、そうですね、これはね今2ストライクに追い込まれたので、はい、まあ、最低でもやっぱり近藤選手を三塁に進めないといけないっていうのは、やっぱこのカウントになってからでもいいと思うんですよね、はい。まあ、それまでに今のは追い込まれるまで自分の狙ってないボールが来ていたので、ノーツー、選手もね、はい、あの状態上がってきてるっていうのは、あの逆まっすぐを捉えるというよりも今みたいにこう変化球をしっかり捉えてる印象が僕はあるんですよね。それはあの日本のピッチャーの変化球にだいぶ慣れてきたということですか。まあ、一つはそれもあると思います、もう一つはもしかしたらそんなに状態が本当は上がっていない、反則球の方に合ってるということは、やっぱまっすぐに差し込まれるということですから、2&2。まっすぐをしっかりとね、あの打てるようになってくれば変化球の対応もできるバッターなので、前回マリーンズ戦で代打で石川投手からライトにホームラン打ったのがあると思うんですけども、あそこぐらいからちょっとこうやっぱりこう上向いてきましたよね。やっぱそこでいいきっかけになったのかなというのはありますけども、はい、ホームランは今シーズンここまで2本の1。センターへの打球、センター田中和樹が落下点、セカンドランナースタートの体勢入っている、スタートしません。一塁三塁で、まあ、大きなこうピンチをしっかり出しましたんで、まあ、そのピンチでアウトにする仕方がね、やっぱりこう自分たちの流れに持ってくるような取り方だったので、はい、なおかつね、ここまでこう先頭バッターなかなか出してる、まあ、フォアボールで出すピッチャーではない投手が、はい、まあ、こうやって出してるわけですから、やっぱ流れはねファイターズに来てると思うんですよね。でやっぱこういったイニングで、やっぱこう塁上を賑わしたりとか、やっぱこう相手をこうって詰めていかないと、やっぱ試合の流れっていうのは自分たちのものにできないので、こういったところね、下位には行くんですけども、しっかり詰めていきたいところですよね。これで追い込まれてしまいます。ファウル2球でノーツー。和平源は4回を79球で終えています。涌井はここまで60球。追い込まれて、強い打球、ファーストよく取っている、そしてこれが1、2塁間挟んでというダブルプレーになりました。ワン、ここはラックがありませんでした。銀次、今のはライナーではなかったんですね。今のはライナーではなくてワンハブライナーだったんですね。そうですね、これもうすごい難しい打球なんですよね。でその後も冷静でした。アンツーカーでハーフライナーで技術来迈进。哦，银次这棒打得扎实，不过左外野手的站位王柏荣接杀了银次这个强劲的平飞球，站位站得好哦，几乎没有什么移动啊，就把这个球顺利的接到。这也是王柏荣今天第一次有生意上门啊。对，稍微活动一下筋骨哦，有助于这个接着下来的一个打击啊。对。
先発出場、そして開幕カード以来の5番に抜擢ということで、だいぶ状態上がってきているはずなんですが、今日はまだヒットなし。第2打席は鋭い当たりも銀次の好守に阻まれました。アンビシャスの、ね、ユニフォームも今日着用しています。北海道スカイブルーユニフォーム、サイドこれも外れています。今日はこのユニフォームで1万1試合目となる新たな一歩を踏み出した、そんなゲームでの勝利の立役者となりました。このユニフォームです。まあ、サードユニフォームという、ね、うん、いう位置づけにもありますけれども、医療従事者へのエールも込められている今年のこの北海道 B アンビシャスユニフォーム。これは高く上がりましたがファウルになります。これは切れます。まあね、はい、あのミスショットなんですけど、やっぱあそこまで触れるミスショットになってきましたよね、ファン選手ね。やはり上がってきているのは間違いないと。シンカーでした。甘くて打ち損じているんですけど、今までのファールのスイングとは明らかに変わってきてはいますよね。さあボール先行、今度はセンターへの打球ですが、左中間割っていく、割っていった。さあ今度はサード回って帰ってくる、同点のホームインしました。1対1ワンボーロンがタイムリーヒット、左中間を深々と破るタイムリーツーベースヒット。さあワンも上がってきました。バーヘーゲン、これで追いついてもらいました。涌井から貴重な1点、ワンのバットでした、ね、詰まってはいるんですけども、最後の押し込みができるようになってきましたよね。まあ、これが本当に好調になってきたバロメーターじゃないかなと思いますけどね。も起用に応えるタイムリーツーベースヒット。さあバーヘーゲンもこの後続投かどうか気になる。